皆さん、マーローでーす。まずは見ていただきましょうか。じゃーん、先日東京八王子のショッピングモールに行ってまいりまして、お客様から、そうです、ファンのお客様からいただきました。たくさんお客さんご来場されたね。ねえ、マロ君頑張りましたね。というわけでも早速ちょっと今日はミスドがあります。いただいちゃおうかな。見てください、ミスドの、ちょっと待って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 、見てください。だから待って、ちょっと待って、ミスドのね、このね、食ってるし、ちょっとおい、せっかく今商品、なんか新商品らしいんだよね、これ。抹茶味宇治茶、どうですか。初めてかな、抹茶味です。あれ、抹茶味どうやらダメみたいですね。マロ君、マロ君もあれ、意外とダメなものがありましたね。何でも食べますか。なんだよ、食べていいよ、マロ。さあ、マロ君、明日5月2日から千葉県、そして茨城県に行ってまいります。ショッピングモールで公演です。たくさんお客さん来ていただけるといいね。あれ、いつもみたいになんか口の中に、ね、入りませんけど、どうしました、マル君。マル君どうも、やっぱり抹茶苦いのかな。抹茶ダメでした。あれ、もっとアンパンマンのミニスナック野菜カルシウム入り、はい、一気に入りました。というわけでゴールデンウィーク、マロ君ショッピングモールを回ってまいります。ぜひ阿蘇猿回し劇場、河口湖猿回し劇場もよろしくお願いします。ご来場待ってます。マロでした。